たってんじゃん当たっちゃうと痛くてしょうがないです。で上の高いところで当たってるから抜けないと思います。体の向きを気をつけて、ポール過ぎた時に次の方向に体向けるには外交をやっぱ作ってた方がいい。でしっかり外スキー捉えて捉えてくる。もっとこうしっかり前が避けて避ける、ポールがあったら避けて避けて哀愁のこう久々の久々に昔の滑り。ただちょっとトライを意識するといいです、はい、全般のトライふわっといて、はい、この後ガーンとやっぱ一気に与えちゃう感じなんで、はい、もう今良かったよ、体感にね、しっかりと巻き込んで巻き込んでもらいます。とにかくちょっと柔らかいタッチで滑る練習、はい、当たるとはやって上倒れちゃうからそうですね、何ぶち壊してくるね当たる位置が俺だって上だもん、今悪くなったああいう風に巻いて巻いて入ってかするぐらいにして、あー腰回るな、やっぱちょっと腰が回る、腰が回る、あ、最後。あ、最後。